株式会社 TKC は、栃木県宇都宮市に本社を置く、会計事務所、税理士事務所や地方公共団体などに対して、情報サービスを提供する企業である。1966年10月、栃木県鹿沼市で、会計事務,務所を開業していた、公認会計士、税理士の飯塚武氏により、事業の目的を、会計事務所の職域防衛と、運命打開。 地方公共団体の行政効率の向上による住民福祉の増進とする会計事務所と地方公共団体に専門特化した計算センターとして栃木県宇都宮市に設立された。設立当時の正式名称は栃木県計算センター。1972年11月に称号を栃木県の T、計算の K、センターの C を取り、提携 C に変更。その後、 1986年12月に、アルファベットの TKC とする。1987年7月に、東証二部に、株式上場をし、1996年3月に、東証一部へ指定外をする。栃木本社と東京本社の2本社制を取るが、景観上の本店やシステムの開発拠点も栃木県、宇都宮市にある。事業内容は大きく会計事務所とその顧客向け事業。 地方公共団体向けの事業の二つあり、会計事務所事業部では、全国で56都市に設置する SCG サービスセンターと、九都市に設置する統合情報センターを拠点として、会計事務所とその顧客企業へ、財務会計などのシステム及び情報処理サービスを提供するほか、弁護士事務所や法科大学院などに、法律情報データベースを提供するデータベース事業、上場会社等へ、 連結会計、連結納税などのシステムを提供する事業等を行っている。顧客である税理士により TKC 全国会が結成され、この TKC 全国会の活動と連携した事業活動に特徴を持つ。一方、地方公共団体事業部では、全国で13都市に設置する営業所を拠点として市町村の税務や住民基本台帳に係る 基幹業務をはじめとする各種業務システムのほか住民向けサービスを提供している。なお、地方公共団体事業部には TKC 全国会のような顧客団体は存在しないが大きな制度の改正等により市町村の業務が変更となる場合には市町村で組織されるシステム研究会などにより業務プロセスや実務に関する情報交換などが行われるなお、会計事務所と その関与先企業、地方公共団体、中堅、大企業などが安全かつ安心な ICT 環境で、クラウドサービスを利用し、一万一の事態にも業務を維持、継続させることができるよう、TKC インターネットサービスセンターを運営している。TKC 全国会は1971年に、TKC の顧客である公認会計士や税理士により結成された。 基本理念を TKC と同じ、じりりたとしその事業目的として、租税正義の実現、税理士業務の完璧な履行中小企業の存続、発展の支援、TKC 会員事務所の経営基盤の強化、TKC システムの徹底活用、会員相互の啓発、互助及び親睦の6つを掲げて活動している。TKC 全国会は、税理士、公認会計士、 1> 約1万1400名が組織する日本最大級の職業会計人集団である連結市会社持ち分法適用関連会社東日本大震災では震災直後に百0 0団体の被害状況を調査し特に被害の大きい30団体への緊急支援を行った2016年の熊本地震による被害は熊本県内にある事務所の天井や壁の一部が 崩れるなどがあったが、従業員への被害はなかった。19日から復旧活動を開始し、建物が反壊した取引先へ、見舞金を届けるなどの活動を行った。2019年に発生した台風19号により、建物や自宅が浸水するなどの被害にあった TKC 会員事務所や TKC 社員に、見舞金を届けると,とともに、災害救助法の適用を受けた栃木県などの、 地方公共団体に義援金を贈呈するなどの支援活動を行った。テレビラジオ、ありがとうございます。